琉球郵政庁が併設されていた那覇東郵便局琉球郵政庁は復帰前の沖縄県において郵便事業及び電気通信行政を取り扱っていた行政機関。ここでは沖縄本島の郵便事情を中心に述べる。沖縄戦により郵政事業は壊滅状態になったので最初に郵政組織の再建からしなければならなかった。 1945年8月20日に発足した沖縄市巡回に停心部が設けられ、翌9月には郵便の取扱いが始まるなど、徐々に再建されていった。地上戦がなかった他の地域でも既存の郵便局を各市町の直営にして運営を始めていった。その後、各軍動ごとに分立していた郵政組織を統合する機運が高まり、 1950年4月1日に統一郵政組織、琉球郵政庁が設置された。そして琉球臨時中央政府の発足に伴い、琉球郵政庁は内部部局の郵政局となり、続いて琉球政府郵政局となった。ところが1953年になって郵政局は公務局、運輸局と統合され、公務交通局になった。その結果、 郵政事業の経営に支障をきたしたため、1960年に郵政特別会計が発足し、1961年には建設運輸局の外局の郵政庁が設置された。1960年代半ばまで郵政事業は黒字であったが、1968年以降は赤字に転落した。赤字に転落した原因は、などが挙げられる。郵政3事業のうち、 簡易生命保険事業は復帰するまで実施されることはなかった。また、琉球郵政庁には特定郵便局は存在しなかった。1955年頃の那覇中央郵便局内、郵便番号1957年6月7日に告示された。本土の郵政省で使われていた、いわゆる郵便マークと同一のものである。復帰後は、郵政省に統合され、 沖縄県を管轄する地方支分部局として沖縄郵政管理事務所が設けられた。同時に万国郵便連合から脱退している。沖縄郵管と本土の郵政局との違いは、3事業の管理のほかに貯金事務センター、簡易保険事務センターの機能を持つことにあり、県内における貯金通帳原簿と保険証書原簿の保管事務も行っていた。また、 地方郵政観察局及び地方電波管理局の機能も有していた。沖縄郵管は2001年の省庁再編で総務省へ移り、地方支分部局も沖縄総合通信事務所に名称変更、さらに2003年に日本郵政公社発足と同時に郵政事業部門が分離され、同行者沖縄事務所を経て沖縄支社となった。2007年に民営化後、 郵政公社沖縄支社の建物は日本郵政グループ那覇ビルとなり日本郵便の沖縄支店、郵貯銀行の統括機能が入居している。また、郵貯銀行那覇支店は三重橋郵便局、んぽ生命那覇支店は那覇中央郵便局の各局内にそれぞれ置かれた。百六十八年に本土で導入された郵便番号制度は百七十二年の 本土復帰と同時に正式に実施されたが、その準備と周知を兼ねて、1971年7月10日以降に発行された琉球郵政庁の完成はがきには、郵便番号枠が印刷されていた。沖縄本島の中心郵便局かつ地域区分局は、那覇中央郵便局だが、復帰と同時に一時、那覇郵便局と名称が変わったものの1982年に、 再び復帰前の名称の那覇中央郵便局に戻った。復帰前は那覇だけでなく、宮古や八重山の中心郵便局も、中央郵便局という名称だったが、復帰と同時に、沖縄宮古郵便局、八重山郵便局となった。琉球郵政庁は、那覇市寄宮の那覇東郵便局内にあり、復帰後の沖縄郵政管理事務所になってからも、 同郵便局内にあったが1980年代に現在の那覇市東町に移転した。また、那覇中央郵便局は那覇市区目にあったが、1977年に坪川の国道330号沿いに移転、さらに1997年には現在の坪川駅近くに移転した。ありがとうございます。